Today's agenda, got the suitcase up in the central. Go to room 112, tell them Blanco sent ya. Deal of strangers, if no money exchanges. I got these kids in rangers, to leave them thinking. こんにちは、太田くるみです。本日はリクエストの多かった秋メイクをしてみました。すべて3000円以下のコスメで揃えたので、ぜひ一緒にメイクしてもらえたら嬉しいです。それでは、スタート。まずはエスポアのクッションファンデーションを使っていきます。クッションは細かくタップしながら色を重ねていくととても綺麗に仕上がるんですけど、今回コンシーラーを使わなかったので気になる部分は重ね塗りしています。おでこを強く叩きすぎな気がしますね。お次はイニスフリーのパウダーを使っていきます。パフをこすり合わせてパウダーを落としてからお肌にのせるのがコツです。せっかくのクッションファンデのツヤが消えすぎないように気をつけながらテカリやすい部分にパウダーをのせています。眉毛の上はファンデーションの油分を取ってアイブロウを描きやすくするためにしっかりのせていきます。次はパウダーハイライトを使っていきます。このハイライト初めて使ったんですけど、プチプラなのにすっごい綺麗なツヤが出てびっくりしました。これは人気があるの分かりますね。付属のハケで鼻筋にのせて、顎先にのせて、唇の上にものせます。頬の C ゾーンと眉毛の下にものせていきます。次はシェーディングです。こちらのシェーディングはもう結構 YouTube に載せてるのでもう底見えしてきました。一番左の薄い色でノードシャドウを入れていきます。小鼻の横に影を足して、人中にも影を足していきます。全部の色を混ぜてエラに影を作っていきます。そして前髪のちょっと隙間が気になるところも今回はシェーディングで埋めてみました。おでこめちゃくちゃ広いんですよ私。お次は眉毛を描いていきます。ブラウンの2色を混ぜて眉毛を描いていきます。こちらのチフレのアイブロウパウダーもまたすごく感動しました。1000円以下で700円台とかだったかな。なのにすごい高発色でピンクの色合いも可愛くて、これはアイブロウパウダー探してる方におすすめです。そして一番上のピンクの色を重ねて眉に抜け感を作っていきます。眉毛がペタッとしていると今っぽくないので、セザンヌのクリアマスカラを使って眉毛を逆立てていきます。あんまりホールド力はない透明マスカラなんですけど、ナチュラルにしたい時に使用しています。アイシャドウはラカのパレットを使っていきます。こちらは3番のピクニックという色です。一番左のベージュカラーからアイホールに広くのせていきます。このラカーのコスメは初めて使ったんですけど、アイシャドウの色が本当にどれも可愛くて、どの色を使おうかすっごく悩みました。他のカラーも欲しくなっちゃいました。下まぶたにも同じくベージュカラーをのせていきます。
次はラメが入ったアイシャドウを先ほどのアイホールより少しだけ狭めに塗っていきます。ポイントは目尻にこうくの字に入れていくこと。反対の目にも同じように入れていきます。同じようにくの字に入れていきます。何もついていないブラシで境目をぼかしていきます。左から2番目のオレンジカラーですね。こちらの可愛いオレンジ、朝焼けとか夕焼けみたいなサイドの高めのオレンジをまつげの際にのせていきます。下まぶたはこうまっすぐラインを引くようにオレンジを入れてみました。一番右のゴールドラメは目頭と涙袋にのせていきます。指で黒目の上にトントンとラメを足してみました。マスカラはブラウンのものを使っていきます。私もともとまつげがすごい短かったんですけど、最近まつ育を始めて美容液毎日塗ってまつげパーマをしたら結構伸びてくれました。すごい上がってませんか、まつげ。この調子で伸ばしていきたいんですけど、子供産んだらまつげスカスカになりますよね。アイライナーは私が何度も紹介しているケイトのレアフィットジェルペンシルを使っていきます。まつげの隙間を埋めるように描いて、目尻は少し延長して描いていきます。こちら本当にペンシルなんですけど、めちゃくちゃ描きやすくておすすめです。チークはイニスフリーのオレンジ系の色味のものを使っていきます。大きめのブラシでふわっと、ちょっと高めの位置に入れていきます。こちらブラシもイニスフリーですね。鼻の頭にチークをのせることがちょっとハマっています。なんか人形っぽさが出てくれる気がします。リップはまたラカスコットという色味でマット系のリップカラーです。ちょっとレンガ色っていうのかな、赤とオレンジの間みたいな色味で、すごく私はタイプの色味です。ポンポンしながら塗っていきます。これでメイクは終了。こんな感じの秋のオレンジメイクでした。いかがでしたでしょうか。インスタもフォローしていただけると嬉しいです。見てくださりありがとうございました。また次の動画で、バイバーイ。